こんにちは、理学療法士の片です。前回は SLR の評価で考えられる臨床推論のお話をしました。その中で体幹の安定性が低下していて SLR ができないという症例がいるということも紹介させてもらいました。今回はそのような方に対する運動療法を紹介します。この動画を閲覧するメリットです。アクティブ SLR で体幹の安定性が低下していてできないという患者さんに対する運動療法が分かります。また体幹を安定させた状態での下肢の運動ということも学べることができます。ではやっていきます。まず患者さんにセラバンドを持っていただいて、改善させたい方の足にゴムを巻きます。この状態でまず両足を上げていきます。この状態では少しゴムを引っ張ることによって自分が行くところよりもさらに行くポジションまで持っていきましょう。これがスタート位置です。この状態でゴムをかけてない足をゆっくり地面に下ろしていきます。戻します。これを5回から10回繰り返します。このエクササイズではゴムを手で引くことによって体幹の安定性が得られます。またゴムのアシストがあることで自分が上がるところよりもさらにハムストリングスが伸長した位置からこのエクササイズを始められるので最終域の感覚を学習することができます。このエクササイズの注意点として、まず膝が角に曲がらないようにするということ、ゴムをかけている方の足はしっかり伸展しておきましょう。2つ目は足を下ろして地面をつく際に腰椎の前腕が生じないようにするということです。これだと体幹の安定性がもうその時点で保たれてないということが示唆されます。次にこの下ろした足をこちらから見た際に角に股関節の外旋をしてないかなどということもチェックしましょう。さらには頸部を角に伸展してベッドを押さえつけるというような代償を取る方もいますので、そのような代償が出ていないかさまざまな方向からチェックして、行動指示を出していきましょう。今回の動画では SLR ができない、体幹の安定性が足りてないという方に対してのエクササイズを紹介しました。またそういう患者さんだけではなく体幹を安定させた状態で下肢を動かしたいというような方にも最適な運動療法だと思います。この動画が参考になったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。